こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ、花粉症を改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日も、Q&A シリーズお送りしたいと思います。ですね、今日の、質問はですね、花粉症対策グッズですね、それは有効ですかという質問ですね。まあ花粉症対策のグッズですから、例えばマスクであったりとかメガネであったりというものですね。はい、私はね、個人的というか自分の体験としてはそういうグッズはですね、あんまり使ったことないんです。っていうのは効かなかったからなんです。あのマスクですね、まあなんか今すごいいっぱい種類ありますよね。でなんかほとんどのものを通さないみたいなね、あのどんな細かいものでも通しませんよみたいないうマスクとかもあって、すごい高性能なマスクなどもね売られていてね、すごいなとは思うんですけどね、私つけてみたんですけどね、全然効かなかったんですね。でね、メガネの方はね結構効きました。なんかこうちょっとかっこいい感じのスポーツタイプみたいにちょっと買ってみたんですね。ちょっとぴったりした感じの、そしたらね楽でしたね、あれは。まあこれ全部私の個人的な体験の感想なんですけども、それは効くな、あのメガネに関しては効くなと思いましたね。なんかゴーグルタイプのガシャってぴったりくっつけるタイプのメガネとかもありますけどね、そういうのはちょっと経験した、使ったことないんですけどね。そういうのもまああのそれは使ってみて、おのおのがあの自分で判断すればいいんじゃないかなと思うんですね、なのでまああとは使った人に聞いてみるっていうのがいいと思うんですけども、中にはねもうそれはコントに使うんですかっていうようなグッズも結構ありますよね。でマスクにしてもなんかおしゃれなマスクとかもあったり、なんか変なっていうか面白い絵が描いてあるものとか、なんあの面白すぎてこれは無理だろっていうのに、なんかヘルメットみたいなやつにの上にトイレットペーパーをセッティングできるなんか取り付けるものがあって、ペロペロペロとトイレットペーパーをあの素早く取れるみたいなグッズもあるんでね、もうそれはもうコントだなっていうところなのでね、ちょっと実用的ではないなと思うんですけども、まああのそれはそれでね、なんか受けを狙って使う分にはいいと思いますし、あの花粉症対策グッズっていうのは基本ね、あの根本治療にはなりませんので、その場の一時しのぎ的なものとして使う分には別に全然悪いものではないですしね、あの副作用とかもあるわけではないので、あの使ってみてはいいのではないかなと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録の方もねよろしくお願いしますね。はい、たった5分であなたの免疫機能を復活させ、花粉症を改善に導くカウンセラーの大久保でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。